はよう、麦丸。失礼ね。あたしだって成長してるんですからね。どしけべ。いい天気。今日はなんだかいいことがありそうだにゃ。大丈夫。むくりと、全部あたしにお任せなのだ。夢だよ夢、早く覚めてよ。もうアジ、麦茶は二度サンドする。先日のクルイザフィーズ伊藤ロード。そうみたい。なんでこんなことになっちゃったのかにゃー。もう主人公なんだから絶対に死なないと思ってたのに。しかも死んだら呼んでも騒いでも誰も答えてくれないし、少しは気づいてくれないかにょー。あーもう退屈退屈退屈。およよよ、みんな、私こんなに愛されてたんだ。バカよね、私。なんだぞー。仕事はキャンセルで大赤字。いやー、あんたたちには人の心ってもんがないんか。なんでしょう。じゃあ私がやる予定だった京介くんの妹役は。それは私の役だと。オラー、こんなカバ嬢みたいな女にやらせてたまるか。うちべし。さあ上がらねえよ。ひろちゃん、なわけねえだろ。あんた最低、ゲス、悪魔、人手なし。しょせんは他人か、世知辛い世の中だにゃ。麦丸、よかった。全然姿見せないからどうしちゃったのかと思ったよ。あっと、もしもし、入ってるかい。あ、あの、ちょっとあんまりじゃありませんか。死んだらはいそれまでよってか。ふえーで、さあ、私たちと一緒に行きましょう。どうだってるにゃ。そう簡単に成仏してたまるか。あんでもただでは死なないのだ。みんなにもらいなさかわやみ少女だけ、小麦ちゃん誕生。あたびらだよ、みさえろ。うっせ、うっせ、うっせ、うっせ。はーい、グラビア撮影楽しみですにゃ。にゃほっ、ほいかおち、やるな社長。どいつもこいつも楽しそうな顔して本気で私のことを忘れちゃったんじゃないでしょうにゃ。へえへえ、それよござんしたね。あ、恐縮くー、飛んでろ。なーに、あれで声出してるんじゃ。やらめーど、どき、恐縮くん、恐縮くん、私…ショウスケくん、なんだなんだ、エレクトリカルパレードか。さあ、やりたい放題やってくれちゃって。よし、麦丸、変身だぞ。うわ、そうか、あたしもうマジカルナースじゃないんだ。あたし…なんて…無力なの。およよ、もしかしてここってあの世。はあ、あなたは言ってないし。で、誰。はあ、麦丸、私の体見えるの。いや、どういうこと。はあ、あれはどっちかっつうと京介くんにベタベタしてるめぐみ見て悔し涙流しただけなんすけど。はい、小麦は成長しました。いやー、それほどでもありますよ。これにはウサギ新しい命って、なんかしょぼいんですけど。はい、ごにゃごにゃ。わあ、これ絡むかなくていいの。にゃ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 、きたた
一つの命を捨てて、生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く。小麦がやらねば、誰がや。あれ、また死んじゃったみたい。はーい。また来たー。おまんら、許さんぜよ。あ、またやっちゃいました。科学忍者隊、ガッチャー！帰ってきた！うわっ！ポイントあって！はいー。よし、こうなったら、100円なのだ。エンジン、スタート！行くぞー！僕たち、ゴリゴリになってるもんねー！期待してるー！じゃあこっちも、マジカルー！命なんか、とっくに捨ててるぜ。金のお注射、銀のお注射、危ないお注射？確か正直者は全部もらえるんだよね。じゃあ、危ないお注射。お前はまだ死んでいる。これが小麦の新しい力、麦丸ジェット。へい、麦丸来た。おーい、みんな、私生き返ったよ。これそれ置いてくれ。麦丸、私、よくわかったよ。命って大切なんだね。マリアルだ！広いリングのジャングルに、今日も私が舞い降りる。ルールの世の悪者に、正義のピックで、おきおきだー！パワータイプ！ケージ！マッスルツーティー小麦ちゃん、ご期待通りに叩いたんでしょ？おうおう、大変だね、小麦たんの中の人の。中の人などいない。今リングで戦ってるのは私ってことになってるんだからね。リングのおしゃべりを雇い、オカルトシスターズ。元気があれば何でもできる。私、中原小麦は新たなファンを獲得するためにレスラーになってマット界に殴り込みっていう設定で、今やリングのアイドルとして大人気街道まっしぐらってわけ。もちろん戦ってるの私じゃないんだけど、それはみんなには秘密なのだ。先駆け嵐を呼ぶアニメスタジオ水道橋大乱闘。いや、タイアップっつうかコラボっつうか大当たりなのだ。今までは大きいお友達気なファンが多かったけど、おかげで女の子とか小学生のファンも増えてきたんだにゃー。もう大変ですよ。なははなはは、なははのはー。悔しかったら一度でもブームを起こしてみたまえ。今現在過去にもなりたい人。ゆく。ふえ、ここがアニメスタジオか。すげー。ついに私もアニメキャラの仲間入りか。キャラクターグッズとかもいっぱい出るのかにゃー。はにゃ、お父さん、大丈夫？もちろんっす。そうか、よかったね。でもどうしてお父さんが？そうなんだ、よろしくね。キリプロから来ました、中原小麦とマネージャーのミブです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。あー、アニメ作ってる人って本当にアニメの中の人みたいなんだにゃー。なげなげ。あれ？ほら！落ちついて小麦ちゃん。俺は落ちついていられるか？誰やんか？ほらほらほら。今回全部全部脚本の赤堀悟郎先生です。この人がポリちゃん？マジ？
ああ、見逃し100万倍面白いよ。どうしよう、監督いなくなっちゃった。はぁ、本当によろしくお頼み申します。マジっすか、心配するな。ここがいいとこ。じゃんじゃん頼め、金はある。おお、ゴールドカード、プラチナカード、ブラックカード、クリスタルカード、アイドル、お宝カード、売れまくるぞ。小麦も今日からポリちゃん思想を見習ってアキンドの鏡を目指しを待つ。こうして小麦はキリプロの隣に自社ビルを建てて、うめい棒を毎日山ほど買える偉い社長になりました。コスプレパーティーを開けるくらい広くてでっかい豪邸を秋葉原に建て、カラオケ管理のお風呂に入って毎日楽しく暮らしましたとさ。なんてことになるといいにゃー。心ゆくまでなでなでしたい麦。その前にあんたそのものを心ゆくまでここここにしたい麦。毎晩毎晩どうしてあんたはここに存在してんのよ、このエロガキ。おーやつよー、あー麦だー。ふむふむ、もっとことカーンとなってシュワッとかババーンな感じにならないかにゃー。エロ、仕事とロリちゃんってどっちが大事にゃ。エロエロ、なんかちっとも上がらないって言うんで、ロリターになって応援することにしたにゃん。お仕事頑張ってほしいにゃん。頑張れ頑張れ、エロエロエロ、頑張れ頑張れ、ムギムギムギ、頑張れ頑張れ、ロリロリロリ。金や金や、たっぷり稼がせてもらいます。金でマジマジ似てない。大きいお友達が燃えてくれるような絵じゃないと売れないんだよね。もっとこう、ふんな、あはんな、おにちょこな、ぎゅーんな、ふえへーな感じにして。今、マッスルキューティー小麦タンのアニメ DVD を予約すると、オリジナルポスターがもらえるぜ。予約する、キューティーマッスルング。なんですか。しゃあない、これも世のため金のため、この天才監督に任せんしゃーい。え、ヨレヨレで使えない、塗り方間違い、背景きちんと整理してみたけど。そう、小麦負けないよ。だからもうこんな顔してちゃおかしいよね。で、どんな顔してるんですか。もうかいもうかい。やっほーい、みんなお待たせ。今日は私が主役のアニメ、先駆けマッスルキューティー小麦タンドキューンの試写会に来てくれてありがとう。それじゃあ早速始めるぞ。なんか微妙にコスチュームが変わってるような。あいやー、どこだここ。それにみんな描くのが楽そうなキャラになってるし。あ、でもそれ放送禁止じゃない。あんまり訳してないじゃん。つーか、みんなで一生懸命作ったアニメをめちゃくちゃにして、もう絶対許さないんだから。なに、え、だからどうだっつーの。うわ、めぐみ、それなら遠慮なく。あほー、ナスカちゃん、ルナルカヨヨがおいこりゃー。おー、やめて、どうしてそんなひどいことするの。トーヤだからよ。弱点発見。ふ、アイドルは脱いだら終わりってことだな。こっちもタッチだぞい。お父さん、エロバカウサギ、お父さん、あなたの死を無駄にはしない。ありゃ、クリマル、なんで。トイレに行くなら今のうちだぜ。勝負よ、マジカルレイド。絶対に負けない。死んでいった仲間たちが私を支えてくれるから。現実世界に戻ってきた。そうか、私たちはアニメの中から来た人なんだ。じゃあこっちも、ちょっとこれでね。ダビンチャーズ、無言、待て待て、
うかも。よっしゃー。あなたの心に癒しの光届く愛の魔法、燃えてメディカル。これで全部元通りなのだ。それじゃあ本当に本当の世界行ってみようか。メディカルシャワーで元の何にも入ってないビデオテープに戻っちゃったんだ。どうしよう、ポリちゃん。逃げてるぜ。ひょぼー。小麦の夏は終わった。あ、皆さん、お疲れさんでした。ということで、待ってくれ。お金儲けは楽じゃないにゃん。京介くん、小よりちゃんも、みんなも、どこ行っちゃったの？のっぴきならない状況だよ。シロちゃん、ユイ社長、アスカちゃん、メグ、スネ、みんな。どうして帰ってきてよ。一人ぼっちなんて、私。本当？それってまさかアングラーの地球征服大作戦？俺もついてくるのに。わ、待って待って、こんちゃーす、麦丸。ねえ、ここってな、秘密基地？マヤタン言ってないし。おつー、侵略者？え、了解。パラブルピカル、クロハルヌー、キラキラブリ、フェニカール。この世に悪のある限り、正義の怒りが俺を呼ぶ。マジカルな紬ちゃん、ここに誕生。おーい、紬、生き返す。ってなんで自転車なのよ。さっきのかっちょいい発信シーンは何だったの？待ってて、京介くん、絶対助けてあげるからね。ここに、みんながいるの？おえぇ、なんだこりゃ、大きい。みんなは一体、どこに？入り口発見。だ、行く。え？おい。いえ、あたしは、はい、はい、はい。なんかこのやつばっか。長っ。先生？ああ、あたしは、みんなからムギムギコミギちゃんって呼ばれてます。なにこれ？なんだか気持ちよくなってきちゃった。もうダメ。いい天気。今日もいい日になりそうだね。メグにアスカちゃん、おはよう。どこどこ。あ、ユイ先輩。やだー。胸は関係ないでしょ、シロちゃんのバカーなろあらあら、小麦ちゃん。あ、小町先生、おはようございます。おら、待ってしろー。あたし、中原小麦が、この学校に転校してきて、早くも一週間が過ぎました。クラスメイトも先輩も、みんな優しくって、大好きです。毎日が、とても楽しく過ぎていきます。でも、あたしのお気には、なんと言っても、あれ、なんだ？あ、京介くん。話って何？え、私も、京介くんのこと、夢みたい。京介くんと、京介くん？やだ。京介くん、そんな、違う！京介くんは、京介くんは、貧乳なんて、言わない！見事な幻覚攻撃だったけど、私には通用しないのだ。ほら、麦わら起きなすかい。
つうか、さっさと京介くんたちを返してよ。返してって言われても、みんな先生の大切な生徒だし。やだやだやだ、返せ。小麦ちゃんと、現実のハイキック。ありゃ。なんだ、みんな。委員長？京介くん。そんな、京介くん。できないよ。京介くんを攻撃するなんて！京介くん、目を覚まして、いつもの京介くんに戻って。京介くん。だって、京介くんは、私が死なないように、ちょっとずつ外して、攻撃してるもん。信じてる。私の知ってる京介くんは、誰にでも優しくって、かっこよくて、そんな京介くんが、京介くんが、大好き。京介くん、しっかりして。京介くん。王子様の目を覚ますのはやっぱキッシュだじゃな。いただきまーす。およよー。所詮私は汚れですかい。切なさ炸裂じゃよ。はいはい。萌え萌えイカリアくーん。人の夢って書いて、儚いって読むんだよな。忘れてた。こっちも忘れてた。本当の姿？誰？なんか行き当たりばったりな設定。なんじゃらほーい。さっやー。あいつをやっつけてから勝負はその後。それでは、ハグの中でだぞーい。え？そういうあんたこそ、仕返しに一人で逃げるっつうのはどういう要件だこら。最後のは関係ないだろ。所詮こんなもんだぎ。しよしよ。あー、チョークがなくなっちゃった。マジカル、オプシドーン。名付けて、チョークがなくなれば作戦、大成功なのだ。なおいおい。さすがは最終回。それじゃあこっちも。二人の力を合わせれば、絶対無敵マジカル防衛軍ドーヌコロゼー。よっしゃ。それじゃあ、世界のみんなに癒しの光届け、愛の魔法マイマイメディカルシャワー。宇宙で一番いい先生になるんだぞーい。何を、疲れてるのはそっちだろ。それはこっちのセリフだっちゅうの。僕たち忘れられてるもんじ。何？お前もか。かー、小麦ちゃんのお友達、話せば長くなりますが。